皆さんこんにちは、ビレジェンの小林です。今回はミリタリープレスのコツについてちょっとお話をさせていただければと思います。ミリタリープレスなんですけども、私がね、肩の最強種目で紹介したこともあって、個人的にですね、ぜひ肩のトレーニングをやる方にはやっていただきたい、ぜひ覚えていただきたいトレーニングなんですけども、やり方のね、動画も出してるんで、そちら見ていただければなんとなくやり方はわかると思うんですけども、実はこのミリタリープレスなんですが、立った状態で直立した状態でバーを頭の上に押し上げるということで、姿勢を保つのは難しかったりとか、ちょっと意識をしないと正しく動作ができないポイントっていうのがいくつかありますので、今回はそのポイントをね、詳しくご紹介させていただいて、よりですね、正しく効率的にミリタリープレスができるようになっていただこうかなと思っております。じゃあまずお手本の動作をね、何回かやっていくんですけども、バーを自分の前で持って、そのまま上げて下ろす、上げて下ろす。という感じなんですけども、一連の動作の中に4つですね、意識していただきたいポイントがありますので、1つずつですね、そのポイントを解説していこうと思います。まず1つ目なんですけども、お尻とお腹に力を入れていただくということにあります。これがまあ一番大事かなと思うんですけど、肩のトレーニングなのになんでお腹とお尻が大事なのって思う方もいらっしゃると思うんですけども、このミリタリープレスで重要になってくるのは、立った姿勢で体を安定させることにあります。ミリタリープレスによくあるミスとして、上げてくるときに腰を反らしてしまう。ちょっとやってみましょうか。ここから上げてくるとこう疲れてきて、腰を反らして上げてしまう。大胸筋の力を使いたくて腰を反らして上げてしまう。そういうミスをする方が非常に多いです。で、それを防ぐためには必ず体をまっすぐにした状態で上げていく。まっすぐ保ったまま上げていく必要があるんですけども、じゃあその体をまっすぐ保つためにはどういうところを意識したらいいのかっていうのが、お腹とお尻なんですね。バーを持ったらお尻をギュッとまず締めます。お尻をギュッと締めて、腹筋にグッと力を入れると体がもうまっすぐ直立した状態で固まるんですね。でそのまま上げて下ろして、上げて下ろしてとやっていただくと、腰を反らすことなくですね、しっかり肩の力だけを使って上げることができます。ここを意識していただくと、最初はね、ものすごい重量落ちると思います。思ったよりも全然重量上がらないと思うんですけども、それだけ正しいフォーム、まあ我々の用語でね、ストリクトなフォームって言ったりしますけども、肩だけになるべく負荷をかけるようなやり方でやっていただくと、まあ本来はそれぐらいの重量しか扱えないということになりますので、一度ね、そのミリタリープレスのフォーム崩れがちだなと思っている方は、お腹とお尻を意識してもおすすめしています。そして2つ目なんですけども、バーを下ろしてくる時の高さなんですけども、あんまり下まで下ろしすぎない、バーが顎の位置に来るぐらいで切り返して上げていただくということになります。基本的に可動域は広ければ広いほどいいというふうに思っている方もいらっしゃると思うんですけども、それはしっかり、まあ、怪我なく鍛えたい筋肉から負荷を逃がさないという前提があっての、なるべく大きい可動域で動かしましょうということになるんですけども、バーが鎖骨とか胸ぐらいにつくまで下ろしてしまうと、これも大胸筋の力を使って上げる要因になってしまいます。下ろしすぎると大胸筋の力を使って下からグッと押し上げるような形になってしまうので、丁寧にやってるつもりでも肩から負荷が逃げてしまう、そういう状態になりがちなんですね。それを避けるために、下まで下ろしきらない、バーが顎の高さに来たところで切り返すというのを
意識していただきたいと思います。そして3つ目ですね、これも非常に多いです。反動を使わないということですね。しんどくなってくるとここから足の力でポンと上げてスッと下ろして、でここからまたポンと足の力で上げてスッと下ろして、そういう形になってしまっている方をよく見かけます。こういうやり方も、まあ、ありではあるんです。プッシュプレスというね、れっきとした種目の名前がついてまして、瞬発力をつけたりとか、重さに慣れるために高重量を扱いたい、そういう時にはすごい効果的な種目なんですけども、ミリタリープレスをやるつもりで無意識のうちにそういうプッシュプレスのように反動を使って上げるっていう風になってしまうと、もう本来の目的から外れたやり方になってしまうので、思ったように効率よく成果が出ない、三角筋が大きくなってくれないという形になってしまうので、これもお腹とお尻にしっかり力を入れたまま、膝もしっかり、ね、伸ばしたまま動作をする、ストリクトに動作を行うというふうに意識をしてみてください。そして4つ目なんですけども、まあ、これはねちょっと高等テクニックになるかなとは思いますけども、できる方はねぜひやっていただきたい。最後ね、上げ切る時の意識なんですけども、窓から顔を出すようにちょっとね前に上半身を移動させるというのがあります。ミリタリープレスやる際に基本的にバーの動く軌道っていうのは一定です。ここから真上に上げて真上に下ろしていくという感じなんですけども、真上に上げていくにつれて重心が、肘の位置がバーベルの真下からずれていくんですよね。そうするとやっぱバランスを取りづらくなってきて、上げるにつれて重心が前に行ってしまってバーが落ちそうになって、しっかり上げ切るところまで行けなくなるんですね。そこをバランスを取るために上げてきて、最後のところでここに見えない窓があってですね、ここから顔をグッと出すようなイメージでちょっとだけ体を入れてあげる。顔の前に見えない窓があるのをイメージしていただいて、この窓から顔を出すようなイメージで最後ちょっとだけ、ほんのちょっとだけですけどね、前に出ていただくとバランスが取りやすいです。実際にやってみます。この辺から窓から顔を出す、そうするとちょうどバーの真下に肘が来るので、重心をねしっかり保ったまま上げ切って下ろしていくという動作を行うことができるので、ちょっとね感覚的な部分が多くて難しいとは思うんですけども、真横からねカメラで撮ったりしながらですね、練習してみてください。今回はミリタリープレスをより効率よく行うための4つのコツをご紹介させていただきました。なかなかね意識してないとできないことなので、最初はねこれ4つ全部意識するともうバーベルを上げるどころじゃないぐらい大変だと思うんですけども、一つ一つね課題をクリアしていって、よりですね効率よくミリタリープレスで肩を鍛えていただきたいと思っておりますので、ぜひぜひ参考にしてください。他にもですね、この種目のコツが知りたいとか、この種目でね重量を伸ばすコツ、筋肉を大きくするコツ知りたいということがありましたら、ぜひコメント欄によろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。